魔法の合言葉覚えてるかな。世界がどう言っても味方だよと笑い合って、精一杯の強がりで乗り越えてきた。タイトルどうする？いつもさ、いやおかしいでしょ。いつもタイトル書いてこうへんよなと思って。タイトル書いてこないよな。タイトル書く人いんの？そんな。書くでしょ。タイトル募集しようかな。曲聴いてもらってから。タイトル、ファニコンでタイトル募集しようかな。何だって、ワードって、なんか、誇張された文字がある、ね、この夢の旅路にってなってるよ。ねえ。あ、綺麗なのほら。そしたら私それの通りに言うかもしれない。なんかおかしいって言う。クレッシェンドしてめっちゃ強めやんみたいな。なんで私の反格の大きさ私に聞かないで。曲にしたらさ、浸透するかもね、プロジェクトに。したらオールアプリシエイトにしてもね。タイトルでなんか嫌いみたいな人いる？入り口は入りづらいじゃん、オールアプリシエイトって。でもそれしないと意味ないよね。うん、あった方が逆にいいかもね。じゃあもうオールアプリシエイト、うん、ちょっと決定を言ってもらって。この曲のタイトル決まりました。オールアプリシエイトで、というわけでイエーイ。よかった、よかった。プロジェクトのテーマソング、ねえ行こうよ。うん、一旦ねえ行こうよにしとく。一旦っていうかもう、なかなか。なんなんこのやりとり。一旦はねえ。いや、一旦じゃねえよ。もう、なんでそんな早く決めた、そうやって早く終わらせようとしたら。みんなで楽しもうよって言ったやん。セッションしようよって言ってんけど、今日は楽しくセッションしようねって。だからしてんねんけど。だから私がなかなか決着つけなくていいんやと思って。じゃあって一旦ってまた歌ってまた。おかしいやん、いつ本意聞くの。ずっとやんのこれ。これずっとやんの、うん、まあもうおかしいやん。楽しいからみんなとさ、全然ジンブさんの腕がならへん。みんなとさ話してさ。いやそう楽しいねんけど、ジンブさんだってさ、こうそうやな、こう待ってんねん、ぐるぐるしてんねん。もうほら話してるやん。はい、おかしいやん、待ってんねんね。じゃあね行こうやりしようよ。え、だからいいんじゃない、うん、ねえ行こうよ未来へ、うん、まあ多分ちょうどいい気がする。大事な友達へ言い足りないありがとうをと、この夢の旅路に捧げる歌。あの日の涙が照らす一番星、迷わず進め遠く。え、すごいいいよ。じゃあ道となるだけ飛ぼうかな。道となる高いやつちょっと聞きます。道となる、だいぶ聞きます。はい、お疲れ様です。おはようございます。はい、肌感があった方がいいのか、意外と着てない感じかも。へー、かわいい。